どもお疲れ様ですドッカジクルコウですす今回ねやっとね「ジョジョの奇妙な冒険」の第6部ストーン社を全部アニメで見ることができましたねあの原作漫画はね10年ほど前に読んで、まあ、すごくねあの大きなスケールで描いたんだなと思ってまるでね手塚治虫先生の火の鳥をホーストさせたなっていうのが当時の印象ですで「ジョジョの奇妙な冒険」は中学生の時に私が 中学生の時になんか「北斗の拳」みたいなテイストで始まって第1部第2部と進んでいってねで第3部までは結構楽しめたんですよねで第4部からはちょっとこうまた趣が変わってきて徐々に第4部の途中から私もねもういい年になりましたんでだんだん漫画読まなくなってきたんですよねで思い出すように第4部を読んでいったりとかオリジナルビデオを見たりとかねそういうことを繰り返していってである時 いきなり第6部を見る機会に、まあ、恵まれたんですよ、ね、漫画でであすごい描き方したなとあ宇宙が一巡するこれはまたすごいとんでも展開だなとまあ当時結構その結末には賛否両論あったんですけども私はどっちかというと肯定的でねこういう風な終わらせ方は何ともね感慨深くてまあいつかアニメで見たいなと思ってたわけなんですけどもアニメ化っていうのは当時ね本当オリジナルビデオがやっとって。 っていう感じでななされなかったんでですよでもこの度この「ジョ々なきみの冒険」が第1部第2部第3部第4部とどんどんねアニメ化されてでずっと見てきたそんな10年間だったような気がします。途中ねあのお付き合いしてる女性もどんどん変わっていって私の生活環境とかね仕事も随分変わって今私はね子供を持つような年齢になったんですけどもでも今回「ジョジョの奇妙の冒険」の第6部やっとね全部一気見することができてラストシーン。 ラストシーンねねすごい、ね、まずオープニングが最終回のためだけに作られたオープニングっていうのが出てきたところで第1部からのね懐かしい顔ぶれがずっと走馬灯のようにね思い起こされてあの本当に自分の人生を映すような漫画を見てきたんだなっていうふうに思いましたねもちろんアニメーションの出来栄えもすさまじくって感動的でしたでずっとね苦手だった第5部もやっと楽しむことができて 第5部のねあのジョルノ・ジョバーナの回ですけどもあこれもなかなかいいなと思いましたねちなみに途中であの実写版の「ジョジョの君への冒険」あったじゃないですかあれもすごく私は好きでねあの配役もむちゃくちゃ良かったなと私は思ってるんですよやっぱり、えー、多くの方が否定的だったと思いますけども私は何でも肯定的にアニメとかね実写版で捉える方なんで良かったなと思います、まあ、それで今回第6部を見た感想なんですけどもいややっぱりね 漫画で見たりとかその他のいろんな方のレビューを見たりするのとは違ってアニメーションって BGM がガーンとあったりとか効果音がバシッと決まってたりとかそれからあのやっぱ立体的な動きなんですよね。 上か下か横か右かわかんないような引力の使い方とかものすごく表現されていたのと同時に漫画でも十分ねあれはイメージできたもんだから荒木博彦先生のその漫画のテクニックがすごいなってことがわかりましたもうすでに漫画読んでる段階からねもう重力をこっちかもう読みながらこうグラ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 したりとかそれからあの 漫画家の、ね、風が吹いてくるような感じがすするんですようわすごい風圧だとかすごいスピードだみたいな感じでで最後ねこう地球がどん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 こう太陽の回転をすごく時が加速するところなんてのはイメージした通りのアニメーションいやそれ以上の出来栄えでどっちも素晴らしいなって感じでしたでいろいろことが終わってラストシーンエンポルイアが一人残されたところにあのずっとね死んでしまった仲間たちがちょっと違った形で蘇ってくるあのラストシーンね まあここに最後のワンシーンが映ってるわけなんですけどもこんな感じでね、うん、あのよくわかるなって皆さんもないですかなんかこう懐かしい友人と別れてもしくはね自分の身内がなくなって死んだはずのそういった友人知人自分の肉親と似たような人を街で見かけたりとかねちょっと雰囲気の似た人に出会ってものすごい懐かしさとともに。 あこの人もしかしたら生まれ変わりかもしれないっていうふうに思う瞬間あるんじゃないかなと思いますけどもまさにこのねストーン社のラストシーンってその連続でまた再びエンポリオがねずっと長い戦いと旅をしてきた仲間に一人また一人と出会えるエルメスとかねそれからあアナスイとかねもちろんジョリーンもそうですけどもそして最後ヒッチハイカーのウェザーリポートも揃ってこれから あの懐かしいいいにに会行くところななわけじゃないですかそこでラストシーンしかもこのラストシーンエンディングのなんかミュージックもねああこれこれここでこのタイミングで聴きたかったんだよみたいなのが懐かしいあの曲が流れるわけですよいやなんかねやっと「ジョジョの金村冒険」私は全部終わったなっていう気持ちがしましたあの生きててよかったってそのぐらい思いますね で第7部第8部第9部と続いていくんですけども、まあ、これはもう私は専門外だなとこのストーンオーシャンで終わっていくのが私の徐々なキ妙な冒険かなと思いましたんで7部以降ねちょっと見てないんですよねもちろん7部以降のファンの方にするともったいないよって言われるかもしれませんけどもうんあのこっから先は私のあか頭の中でねアナザーストーリーを作っていきたいなと思うんで、えー、荒木裕子先生の「 表現には、ね、敬意を表するんですけどもあえて並ぶ以降見ないことによって私の徐々の奇妙な冒険はねここでその旅を終えようかと思いますねはいじゃあ今回は以上ですいやあのアニメすごいねうんいや映画って本当にいいもんですね失礼します